水谷豊、相棒70歳定年説、一周続編制作の裏にあるイーストオット級野望。まだまだ頑張る、深い理由。俳優の水谷豊、71が主演を務める国民的ドラマシリーズ、8月31日、最新となるシーズン22水曜21時が10月からスタートすることが発表された。 水谷演じる警視庁特命係杉下右京と相棒刑事による活躍相棒役には2000年の初代放送時に相方亀山くんとして抜擢され、22年に放送されたシーズン21で14年ぶりに5代目相棒としてカムバックした寺脇康文61が続投する。相棒は23年1月の放送をもって400放送回を突破したが、 長寿記録を更新し続けることになった。水谷は7月には水谷豊時伝新庁舎者囁かれたが、そんな気はさらさらないようだ。以前、水谷さんは周囲に冗談とも本気とも取れる感じで、相棒は70歳で定年ですと引退を示唆していました。なので、71歳で迎えた22年放送の最終章になるかと思われましたが、 まさかの続編制作。終了説を一周しました。とはいえ、霧がいいところで幕引きするなら、ちょうど70歳を迎えた21年終わらせていたはず。水谷さんの中で心変わりがあったようです。シリーズ続行はファンにとっては喜ばしいことでしょうが、放送するテレ朝ササイドとしては今回、視聴率に関してはかなり危機感を持っています。 テレ朝関係者2000年に土曜ワイド劇場の単発ドラマとしてスタートした相棒だが、高視聴率を連発しゼロ2年総会でも平均世帯視聴率が20%超えを記録するほどの人気シリーズとなり、水谷の代表作にもなった。